です。情報格差、未来格差を生むって話をしたいんですけど、そもそもインターネットで検索して、まあ、こういう動画にたどり着くと思うんですけど、そもそもインターネットの検索だけっていうのは自分自身の頭の中の知識、その知識をもとにカタ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 打って調べる。で、調べた範囲の情報だけ出てくるわけじゃないですか。だから自分自身の頭にない中にない知識というのは実際に出てこないわけですよね。だけど本というのは知識、調べたい知識だけじゃなくて、調べても出てこない知識も載ってここに書いてあるものですから、そういうものを読んで幅広くジャンルにとらわれないように、まあ、知ってきたら書店とかで立ち読みとかもいいと思うんですけど、でそういうふうにすることによって、まあ、例えばこういうね機械言語系の本でディープラーニングってのもあるけど、人工知能がどういうものか、ディープラーニングがどういうものかってことを知ることによって、じゃあ今後人工知能ってこういうふうに発展していくんだろうなという予想もつきやすくなるじゃないですか。だから知識を得るということは未来を知ることにつながると思うので、本を読む、幅広い本を読む、そうすることによってあなた自身の未来像を描けるようになると思うのでやってみてください。それでは。